こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。少しでも健康になりたい、風邪をひかない体を手に入れたい、ストレスに負けない体が欲しい、疲れが取れない、朝眠くて動きづらいとかですね、そういったいろんなお悩みをよくお聞きします。当院では、そういった方ですね、病院に行っても検査をしても異常がないとかですね、薬を使っても良くならないという方ですね、栄養不足、栄養障害なんじゃないかなという観点でご相談に乗ったりします。今日はですね、サプリメントのことなんですけど、2つというかおすすめですね、したいと思います。今回はですね、この味の似てる2種類のサプリメントをご紹介したいと思います。一つはですね、皆さんも飲んだことあるかもしれないですけど、ビタミックスコンプリート。あともう一つが、イムノシーっていうサプリメントです。ビタミックスコンプリートはですね、すべてのビタミンが入っている。食物繊維ですね、もう入っていて、お腹にも良いですね。腸内環境にも良い。というのが特徴ですね。フルーツ味で、爽やかに味わいですね。結構飲みやすいですね。お子さんや高齢者でも飲めるんじゃないかなと思います。大体ですね、これは1本を150から 180cc に溶かしていただいて、で飲んでください。おすすめしています。炭酸ですとね、結構シュワシュワして美味しいですけどね、氷なんか入れると本当にサプリメントだっけなのかわからないぐらい美味しいです。はい、はい、冷やして飲むのを僕おすすめしています。あとイムノシーですね。イムノシーもビタミン結構しっかり含まれてるんですけど、こちらはですね、亜鉛とかセレンとかですね、免疫にかかるようなものですね、体調管理にかかるような成分がたくさん入っています。僕の個人的なおすすめとしては、多分風邪ひいた時とかですね、体調悪い時にはイムノシーをなんかこうしっかり飲んだ方がいいのかなと僕思いますけど、とやっぱり亜鉛はですね、免疫の基本ですよね。ビタミン D とか亜鉛はとかビタミン C ですね、免疫の基本ですので、体調悪い時、風邪ひいてる時とかですね、積極的に僕取ってもいいんじゃないかなと思います。あと成分的に考えるとお肌に良かったりしますね。美容効果もあるんじゃないかなと僕は個人的には思いますので、そういったことお悩みでしたらぜひ、そうですね、使ってください。味ですね、味はとこっちもフルーツ味なんですけど、ビタミックスコンプリートよりもこっちの方がちょっと濃厚な感じですね。僕は結構好きです。はい、お水は 200cc から 300cc のお水に溶かしてお飲みください。こちらも僕は炭酸水で作るのをおすすめしています。氷入れて飲むと結構美味しいですね。皆さんちなみにどちらの味の方が好きですかね。僕はどっちも好きなんですけど、お子さんとかは多分こっちの方が飲みやすいかなと思いますね。こっちもちょっと薄いと思います。イムノシーの方が味が濃くてしっかりしてるので、おすすめですね。僕は日常診療で、風邪の患者さんたくさん見させていただいてますので、やっぱり免疫のことすごい気にしてますので、ビタミン D とか亜鉛のこととかをとても気にしてサプリメントを取るようにしてますので、イムノシーの方がより飲んでるかもしれません。今回は、ビタミックスコンプリートというのとイムノシー、2つ のビタミン製剤ですね、ご案内しました。どちらもカプセルとか錠剤じゃなくて粉になっていて、お水に溶かして飲むタイプです。はい、これですね。よろしければスタッフの方に問い合わせていただければ、詳しいことお伝えできると思います。あとちょっと期間限定ですけど、お試しにちょっと飲んでいただけるようなものもご用意してますので、ぜひお気軽に医師の私だったり、看護師だったり医療スタッフにお声掛けください。